しんのすけの部屋。はい、しんのすけでございます。先日ようやくお休みが取れましてね、僕のお急ぎ短いお袋を箱根の温泉に連れて行ったんですけれども、でまあ割とね、その話を知り合いとかにすると休めてよかったですねなんて言うけど、全然休めないからね。まず運転をずっとしてるし、で袋も本当に杖ないと歩けないから、やっぱりもう介護ですよ、でまあやっていかないとね。でびっくりしたのが、その時のお宿ね、まあぶっちゃけ夫婦箱根っていうとこ行ったの、そこの一番高い部屋泊まったの、1泊50万ぐらいするとこ、夫婦箱根。たら、で、今日の懐石料理こんな感じ。で、懐石料理はみんな、ああ、美味しそう、すごい、みたいな感じで。で、次、部屋にやっぱお風呂がついてるから、よし、これもちょっとツイート、ポストしてやれと思って、写真撮って、X にポストしたわけ。ね。やらしいみたいな感じで。まあ、お袋なんだけどね、一緒にいるの。おいで、たら、気づいた人いて、一人。ふふって。ふふ箱根。まあ、ひらがなでふふ箱根に行ったわけ。ふふって。うわ、すげえなって思って。ツイッター民、まあまあ、レベル高えなっていう。この前もさ、ボート行ったわけ、江戸川のボート。で、まあ、100万円入ってる封筒を3つバーンって置いて、横に、コンスタンチンの時計、それこそその時計がいくらするか知ってる？知らない。4000万の時計を横に傍らに置いといたわけよ。ね。まあ、俺じゃないよ。俺の話、俺と一緒に行ったすごい富豪の人がいて、で、その人が、ああ、シンさんもうこれ今日俺300万円行くから、みたいな感じでバーンって置いて、で、ちょっとエグかったから、その写真を撮ってやっぱツイートしたわけよ。コンスタンチンの時計がまたエグいから4000万とかだから。で、これどっちに反応するのかなって実験で写真撮って、ツイートしたわけ。ただ当然300万の札束の方にみんな反応するわけよ。でも片側にある時計4000万なんだよね。で、ああ、やっぱみんな300万の方がやっぱ反応するんだねって。一番な感じで見てたら、割と時間経ってから、やばいっすね。ワシュロンコンスタンチンの、それ4000万ぐらい、何千万するやつですよねみたいな。ズバピタで行ってきたやつがいて。いやー、すげえなみたいな。っていう、ちょっと意地悪な実験をしたんですけど、皆さん見てますね。はい。さあ、時事ネタでございます。はい、今回の時事ネタは、食料不足を救うとして注目を集めていた、食用コオロギの会社が倒産しました、2020年に無印良品のコオロギせんべいが爆売れしたことをきっかけに会社を設立、約3年で倒産しています。どうやったら倒産を倒産って読むの？どうして？自分でもわからないです。やっぱね、もっと喋りを強化した方がいいね、みなひろは。はい、早口言葉とか言える？生麦生卵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 生卶生卵生卶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 生
違うの？噛む人って、言葉を知らないから噛むんですって。その歌歌ってる人って絶対噛まないじゃないですか。歌それはもう歌詞が分かってるから噛まないんで、言葉を知らないから噛んじゃうらしいです。いやだってしんのすけさんで噛むぜ。いや言い慣れてないんじゃないですか。自分のものに言って普段しんさんって呼ぶから。あーそっか。すごい、まあ神ゲーを昇華させないよ。自分の動画でもっとわば切ってんじゃん、自分の噛んでるところ。いいじゃん、一生話進まないってテロップ入れてりゃいいじゃん。何回も噛んでんでしょ。結構ね、あの最近やっぱ YouTuber の人、この前もあのワロス君に会ってさ、偶然セブンズ TV の今大人気沸騰中の、やっぱ自分で編集してんだって。ね、同じだよ動き。朝出社して、まあとりあえず 最悪でも7時までいるんだって。で会社でひたすら自分の動画編集してみたいな。やってやれ、負けんな。
うん、比べるところが高すぎだ。いやいやいや、似たようなもんやで、そんな。10年前もう一般人だったんだから、ワルスくんなって、はい、言うて。だから今からで、今から。ね、で、何だって、はい、で、うん、約3年で倒産しています、うん、で。この会社の社長はチャレンジ精神旺盛な方だそうですが、うん、ビジネスモデルの道筋が見えていなかったために、このような結果になったと言われています。はい。新之助さんがもし新事業を始めるとするなら、どのようなことをやってみたいですか？全然わかんない。まず人がいない。事業をやるにもね、やっぱ僕自身がもうこれ以上広げられないはあるんで、ということで新之助チャンネルでは編集スタッフ大募集！ダダダダン！パチンコパチスロに興味があって、カメラの撮影、動画の編集、はたまた営業、もっと言えば私は将来的に演者にもなりたい、そういう人がいたら概要欄に載ってますので、どしどし応募してください。よろしくお願いします。待ってます。はい。いや、それは同じなんですけど、新事業だからやっぱ人がいない。人がいない。いたとして、いろいろね、ちょいちょいやってはいるのよ、はい、でもやっぱりマンパワーっていうのはどっかで投げるじゃん。例えば何かちょっと化粧品的なものを出そうとしてた時期あるよ。暗証乗り上げちゃうわけ、人任せだから。うん、でやっぱね、マンパワーなんですよ、マンパワー。うん、だからそうなってくると、例えば未公開株を5万ドル買い付けるとか、ちょっと意味不明な動きをしだすんですよ。うん、新事業とかだったら新しいことやりたいとかある？今はもう自分のことで精一杯だよな。ないですね。だよな、はい、もっと今の道を極めたいよな、はい、だよな。極めろ。まあまあ先長いぞ。極めるとなると先長いぞ。俺もここまでになるの30年かかったからね。30年だよ、まだ生まれてないやで。深いよね。はい、こんな感じで、質問。天然を打つか打たないか。大きくん、天然は新さんと同意見で、絆2とほぼ同じで、また打ちたいと思いませんでした。初代絆ファンにとっては劣化も同然と感じてしまう。ねえ。あれ、これもう、じゃあ打ったんですよ、俺。絆2でしたね。ちょ、祝音チャレンジはあれはでもやりたいね。ただやるためにはやっぱちょっと、絆2をやんなきゃいけないっていうのが、一つのハードルだよね。うん、そこまでになんか新要素ないじゃん。ないよね。全くない。ないよね。うん。だから前回の動画と部屋と一緒な感じになっちゃうんですけど、ユニバーサル頑張ってほしい。うん、それしかない。ちょっと三強が噛みすぎるよね、今。まあ、ダイトもちょっと、まあ、今日が2月15日で、もうすぐ3月18日に忍び魂3が出るんで、だいぶ期待感込めてますけど、三強がほんと強すぎる。で、この前なんかヤングさんの番組でフィールズがどのこうのっつってて、なんか伝わってないっていう話を今事務所でしてたんですよ。あのフィールズっていう会社はあれ、反社ですからね。反社って略しちゃいましたけど、販売会社イコールフィールズで、パチスロの良し悪しって販売会社じゃ決まんないですから。ね。だから、まあ、パチスロエヴァ、スロエヴァね。あれ大ごけしたじゃないですか。2万台、わざす。2万台売って、結局全然話にならなくって、大ごけした。ほいで、それ販売がフィールズだったでしょ。で、同じ販売元のフィールズから、今度は、ゴジエヴァが出たじゃないですか。これスーパーいいんですよ。で、何が違うかっていうと、販売は一緒。フィールズ。で、開発が、こっちはビスティで、こっちは三強なわけよ。で、まあ、ビスティっていうと、ずっとエヴァ作ってる開発ではあるんだけど、こっちの三強は、それこそ、カラクリサーカスであったり、バルブレイブであったりを作ってるとこじゃないですか。っていうところで、皆さんも、その、パチスロの良し悪しを見るときは、開発がどこなのかっていうのをよく見た方がいい。という意味では、輪掛けは、あれは犬屋社と同じところだったから、大元はいいんですよ。ね。フィールズでしたけど、あれも。
販売はね、いう感じでございます。いいですかね。終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。